日本近距離航空機中標別空港事故とは1983年3月11日に発生した日本の国産旅客機 YS-11 による墜落事故である。1983年3月11日16時17分、札幌岡玉空港発の日本近距離航空497便 YS-11 は中標別空港への着陸に失敗し、 空港滑走路手前の北側約200メートルの原野に墜落。乗客、乗員52人のうち、機長と乗客3人の計4名が重傷、48名が軽傷を負った。事故当時の気象は、小雪で視界約4キロメートル、ハエで風速10メートル、雲の高さ約120メートル、気温は摂氏1度と低く墜落現場には30から50センチの 雪が積もっていた。同期は16時12分頃1回目の着陸体制に入ったがアプローチに失敗し、一旦上昇して右旋回の後16時16分頃2回目の着陸体制に入ったところで滑走路、手前200メートルの雑木林に突っ込み、高さ3メートルの流木の先端を約100メートルに渡りなぎ倒して、墜落と同時に180度回転式種を北に、 無気機体は、中央部の主翼付近で真ぶ二つに折れ、区の字型になって止まった。幸い炎上しなかったため、乗客、乗員は、折れた機体の間から脱出した。1978年の中標津空港滑走路、北端事故後の航空写真1984年10月18日、運輸省航空事故調査委員会は、事故原因が、機長の操縦ミスによるとする。 最終報告をまとめ公表した。報告書では、事故機のプロペラ、エンジンに故障がなかったことを指摘し、悪天候の元事故機が、否定高度で侵入しようとした、着陸のための周回経路が不適切だった、着陸の前に、エンジン出力を上げるタイミングも遅れた、以上の3点を事故原因とした。機長、副操縦士は、業務上過失傷害との容疑で、釧路地方検察庁に、 書類送検されたが不起訴となった。ありがとうございます。